Previously on episode 7, I've interviewed Uema Sensei, who is a 9th Dan Shoryu master from Shuri, Okinawa. If you'd like to learn his outlook on karate as a lifelong path to follow, and how various styles were developed throughout history from a living legend, I heavily recommend you checking out the video from the right top corner. Today's video is going to be about Shoryu blocks and how we use the traditional Okinawa training tool called Chishi. Let's start watching.こっちでやってる立ち方ですね、まあ、結び立ち、はいはい、これは小刀関係の元の状況の人ですね。で、平足立ちになります、はい、で、平行立ちは肩幅ですね、足はまっすぐ、はい、で、四股立ちは足のかかとから膝なんですね、これも肩甲骨ぐらい離して、はい、で、そのまま腰落とします。で、つま先がですね、まあ、基本内側がまっすぐ落としてるんです。ショート感でいうと騎馬立ちっていう、はいはい、で五十だと四股立ちはもうちょっと斜めに行くんですか、はいはい、うちはまっすぐ内側がまっすぐ、外がまっすぐ高め打ち、はい、ちょっと開くって意味で、まあ、体を落とすのは基本は大体同じ、はい、20センチ感じですけど、はい、これが四股立ちになります。で、平行立ち戻って前屈立ちは横から見るとも一層もやってる前足、まできるそれを伸ばす、はい、でこの幅も一緒です、四股立ちの、あ、2つ、で、幅は肩幅です。で腰の位置は斜めですね、基本あ、うん、まっすぐではなくて、はい、斜めを2人で持ってます。であとは、最後に猫足立ちですね。猫足立ちは、まあ、平足からまっすぐ下げて腰を、で注意するところは、つま先と膝、はい、で、おへそですね、へそ、あ、結び目、おへそ、目が斜め45度です、はい、このことがあります。後骨はこうですね、これはないです。あります。あの、少林流ではないんです。あ、そうなんですね。少林流では猫足も、後骨があります。なるほど、はい。あとちょっと特殊な立ち方も交差です、はい、まあ、軸足に、この後ろに膝を乗せて、あ、まあ、これもマッサージ台とかで、こういう立ち方があります。で、立ち方はこれで、まあ、動きになります、はい、基本動作ですね、まず受けからですね、平行立ちになって上段受けは、まあ、上段を守る受けから、これはどの流派でしょうか。基本は外からですね、もう中から受ける流派ってないんですよね。で、外受けは中から外に受けるから外受けです。多分ショート感は中、そうです、内受けって言いますね。内受けって言います。内から外に受けるから内受けって言います。ただですね、僕あの三鷹井っていうところに、あ、また違うんだあのショート感なんですけど、もうまた違うんだ。船越義珍さんが初めて大学で作られ、まあ、大学にそのいろんな空手を教えている中で、はい、最初に作った空手のところなので、はい、あのこっち多分外か外受けって言うんですけど、はい、内受けって言うんですよ。なので多分そこは一緒というか変わってないの。あ、変わってないの、はい、今聞いてて思いました。外です。で、中に受けるのこれ内受けです、まあ、外から中に受けるから内に受けるから内に内受けです。 Out of curiosity, do you call this block 内受け?Sotouke or any other way? Comment down below and let's see which name is the most popular around the world. Also, if you'd like to level up your karate with me, come check out my online karate lesson from the link in the top right corner. For only now, I'm giving away a 24% discount code for the first 2 months because it was my 24th birthday. I hope you guys don't miss out on this opportunity. Okay, back to the video. で、これはあんまりこう伸ばすんじゃなくて、肘を曲げて、手首がまっすぐです、はい、この受けの首頭受けです。で、あとは下段ですね、まあ、四股立ちになって横に振る感じですね。これが下段です。で、下段払いで伸ばして払う、受けを広げて払う。で、受けなんですけど、はい、イメージは攻撃をするイメージです。はい。わかりますか？
ついてきますよね、はい、ついてきたのに対してただ危ないからどかす動作をするんじゃなくてこの腕を打ち砕くイメージです。なるほど。だから手首が大事、はい、ただ押すんじゃなくて手首スナップを効かせてポーンといく、ポーンといく、なるほど、このイメージです、はい、でこれの鍛錬方法がチーシーって言われる、チーシー、はい、持ってきます、はい、ありがとうございます。力石で地石っていう感じで力で石です、はい、でこのさっきの手首を使うというのはこの絵を持って、はい、まあ、自分の力量に応じて、はい、きつければこっちも、はい、まあ、この辺は調整してください。で手首をこう回すと手首で地石を振る、なるほど、そうそう確かにこれ内が外から内にするのよりも内から外の方が、そう、ここってあんまりね普通使わないじゃないですか。いやそうですね、こういうそう、この動きがこの外に受ける時の動き、中に動く時の動きの手首を強化する、はい、単純にだから下段受けもただ下に落とすんじゃなくて中から外にこう振るんだ、もう常に腕のですね横を使って受けるイコール相手の腕をへし折るっていう、はい、これをイメージして基本動作なりやってみます、はい、じゃあ左手を構えて、はい、1、2、3、4、5、これが上段受けですね、はい、外受け1、2、3、4、5、はい、次は内受けですね、1、2、3、4、5、はい、次四股立ちになって出た、1、2、3、4、5、はい、直してください。はい、これが受け技になります。何か、はい、うん、じゃあ上げ上段落とし、これがこの手首がね、はい、今調子に来てるでしょ、はい、これで受けるか、はい、もうちょっと抜けてどれが力入るかと、こっちです、うん、でこれはね基本的には手首がほっぺた、なるほど、うん、振るとき、ただ、まあ、実際来たときにはねこうなるかもしれんけど基本動作としては手首が、ここ、うん、ね、はい、一拳くらい、はい、うん、あくまでもこれ基本だからね、はい、あとは臨機応変に相手が来れば広げたり、うん、自分から受けに行くから、はいはい、こっちも広がっていく、はいはい、うん、そこ上段受け、上げ受け、はい、で次下段受け、はい、うん、でこれもね基本的な一拳、はい、二拳ぐらい、はい、でさっきも言ったように相手自分が向けに行くんだったら、はい、二つでもいいんだけど基本は5です、ね、基本は一つ、はい、二つ、はい、うん、腕は直線で持ってきますか、それともちょっと回していきますか、うん、こっちはもうこの辺ぐらい落とすだけ、うん、こうですか、そうそうそう、もう細かくタイプだからね、なるほどなるほど、この辺りね、はい、これは大きいで、もうさっきこっちもこの下に、確かに僕大きくした、うん、大きいからこの構えでただこっちから伸ばしてこの手がこれで起き落としたらこっちからはい、これはこれじゃない、うん、うん、まあ、たまにはね大振りもいいんだよ、ただ意識して大振りしての練習だったらいいんだけど実際は、はい、なるほど、うん、分かりました。で人受けもこっちからこの辺から着せるとこもあるけどこれではないです、この手を受ける状態、あ、なるほど、うん、そうそうそう、この手を相手の手と想定して、うん、じゃああんまり引いたら入ってこないけど、この辺からもすぐ、そうそう、でこれも入ってる、そうそう、なるほど、うん、だからこの辺の、だから、うん、ありがとう。 In the next episode, I'll be training their attacking techniques, both punches and kicks, and traditional Okinawan tools used for those training. Thanks for watching all the way, and please leave a like on the video, and please check out my other episodes of Yusuke in Okinawa from up here. I'll see you guys in the next episode.